これ人間ですかね。いやもう最後は雄たけび上げてましたからね、野獣に戻っちゃったんですかね。これ米選手どうですかね今の。いやまず稲村をねパワーフォームで投げ切ったっていうのはまずすごいですけど、はい、その後の追い打ちをかけてね顔面蹴って雄たけび上げるっていうのはね、これはもうちょっと人間を超えてますね、はい、超人ですね、はい、これ斉藤選手さっき の、はい、パワーボムでもう決まっててもおかしくないですよね、まあ、決まってますね、まあ、なんせこのなんていうんですかね藤田選手気持ちは人ですけど人間ではないです。人間には戻ったがファイティングスピリットはまだ野獣のまま、いつでもそのスイッチを入れることができます。田中選手呆然として見るしかないですよね。これは試合が終わったらとても真摯深々と礼をしている。だが田中将人は信じていません。ああ、チャレンジャーに対しても深々と礼をする。スポーツマンですね。でもこれは田中将人にしてみたら相当面白くないでしょうね。そうですね、やはりプロレスの選手権というかね、お互い熱くなってタイトルマッチというわけではなさそうですからね。何かただ藤田選手がねスライディング D を使ったという部分では、まあ、明らかに 3.21 の効果を意識しているのはも当然ですからね。そこら辺ただ田中選手としては燃えきれない何かがあるんでしょうね。アリーナのお客様にも深々と礼をして人間藤田和幸がお客様への感謝を表しています。さあその感謝の気持ちを持って 3.21 福岡大会 GHC ヘビー級チャンピオンの藤田和幸九州に上陸いたします。